こんにちは。ですね、今日は、何のために金を稼ぐのかっていうね、この根本的な本質的なファンダメンタルな、もう原理的な問いについてやっていこうと思うんですよ。そもそも起業して社長になりたいとか、投資家の生活を送りたいとかね、まあそれいろいろ自由ですよ、言うのは。みんなそれを目指しますけれども、そもそも何のために金を稼いでいるのかということがわからないと、青天井になってしまって、無制限な頑張りっていうのは人間の心を鬱にさせますから、そのどこかでどこまで貯めたらいいんだっていうね、ポイントを分かっとかないと、頑張り続けたら鬱になりますからね、人間は。だからあるゴールを設定しとかないとダメなんですよ。でこれは僕はね、この割と、また僕32歳で起業して、でいろいろ株とかね、そういう経済のことを勉強しましたけど、実はこのことに気づいたのが40歳でした。このね、40歳まで気づかなかったんですよ、このことに。まあ今46歳なんですけど、40歳まで気づかなかったんですよ。だからこれ、それぐらいね、この原理的な質問になかなか回答が与えられないんですね。で、何のために金を稼ぐのかが分かると、どれぐらい貯めればいいのかが分かります。そうするとあとどれぐらいで貯まるなっていうね、目標が出てくるわけですよ。そうしないと、無制限に頑張りなさいって言われたら人間は鬱になってしまいますと。で、最近よくファイヤーっていう言葉、まあこれは略語は忘れましたけど、ファイヤーなんとかアーリーリタイアメントだったかな、まあとにかくアメリカで流行っている概念で、要するにその質素な生活でいいんだから、早く貯金を貯めて労働からリタイアしましょうという考え方なんですね。労働の回避なんです。で、答えを言いますと、何のために金を稼ぐのかっていうのは労働の回避なんですよ。これ以上の目的はありません。よく若い人ほどいい車を買いたいとか、大きな家に住みたいとかね、あるいはそのファッションや、とことんファッションを追求したいとか、ね、いろいろあるんですよ。あとはその誰かにプレゼントを贈りたいとかね、いろいろお金の使い道はあるんだろうし、そのためにお金を稼ぐっていうことを言えるんだけれども、それっていうのは別にその一過性のものであって、究極の目的では全然ないんですね。例えばじゃあフェラーリが欲しいって中古のフェラーリを500万で買いましたとかね、ほんでじゃあ次はっていう話で、物欲なんていうものはその程度の底の浅いものなんですね。非常に次元の低い話です。で、まあ要するにね、物欲というのは何かといったら見栄を張るということなんですよ。で、自分は一般民衆とはレベルが違うんですよということを誇示することによって、まあ確かにその誇示はすごいですねとか、フェラーリ乗ってるんですか、すごいですねってなるんだけど、だけどどこかで人の心は離れていきます。それによってリスペクトはされるんだけど離れていくんですよね。この絶妙な感覚っていうのは実際にお金を稼いだ人にしかわからないことなんですけど、そういったね、物欲の誇示で人の心が集まってくるっていうことはないんですよ。一時的な仮初めのリスペクトみたいなものは得られたとしても、それはね、むしろ人との距離を離れていってしまうし、だってそうですよね、豪邸に住んでいるからその人のことを尊敬するかっていうよりも、その豪邸を見ていい家だなと思うだけですよね。でフェラーリに関してもそうで、イタリアのフェラーリ社がすごいんであって、その人が別にすごいわけじゃないです。それはよく余計を考えて
てみれば分かるんだけれども、で、つまり物欲ではありませんと。で、労働の回避というものがお金を稼ぐ最大限の目的なんですね。で、それ以上のことはないんですよ。だから、じゃあ究極の答えを言いますと、最低生活費がありますよね。例えばこれは家族構成とかにもよりますし、自分の最低限のレベル感ですね。まあ、例えば週に何回は外食しなきゃ、レストランちょっといいレストランで外食しなきゃ気が済まないとかね、まあ、そういうのいろいろ賛否両論ありますけれども、少なくともその自分が考える最低生活費かける余命です。で、例えばその残された人に資産を残そうとかね、そういうことでもいいんですけれども、それをやりすぎるとお金をタダでもらった人はろくなことがありませんから、あまりそこについては今回は考えないことにします。基本的にはその老後は、公的年金があれば最低限の生活は送れますから、まあ資産を残してもいいけど、残しすぎたってろくなことがないわけですよ。で、少なくともその最低生活費かける余命、まあ例えば最低生活費っていうのはどうでしょうね、まあ年収、まあ日本人の平均年収420万ぐらいって言われてますから、まあそれより多少上の年収500万でいいとしますよね。そうすると手取り額っていうのは年収400ぐらいになるんで、400でしたら、余命が例えば40歳の人だったら、まあ、最近は95歳まで生きるという、ね、統計もありますから55年とで 55×400 で 2億2000万なわけですね。これが400、これ現金で考えないといけないから、400の、残り55年だったら2億2000万なわけですね。で、じゃあその2億2000万というキャッシュが手元にたまったら労働を回避できるわけですよ。で、もちろんこの2億2000万というのはまあ投資というよりもむしろ、配当目当ての、パッシブな運用によって年間例えば 3% の運用益を出せればかなり増えます。3% でそもそも660万ありますから年間で、別に そこのレベルまでいかなくても 1%、 例えばその銀行預金でもプレミアムのお客さんは結構 0.5% ぐらい出したりする銀行もありますから、そうすると2億2000万の 0.5、 まあこれはちょっとなかなか今はないかな、マイナス金利時代なんで、ちょっと前ならね結構大口の顧客で 0.5 っていうのはありえた話なんですけど、まあ別にそれじゃなくても例えばソフトバンクの債券、まあ今ソフトバンクの例え出すとまずいな、社債なんかで結構年利 4% ぐらい出してる社債結構たくさんありますから、まあその配当で、しかもその配当を考えなくても別に2億2000万あればいけるわけです。で、400もいらないじゃんっていう考え方がありますよね。3人家族でも400いらないじゃんと、実際いらないんですよ。家賃がものすごく負担があるだけで、別にその外食を減らせば、あるいはそのいろいろね贅沢で、これはあくまで最低生活費ですから、別にその例えば副業で、内職をやったり YouTuber をやったりして5、6万稼げば、それをじゃあ贅沢費に当てましょうという考え方でもいいとすると、これを300まで切り詰めることもできれば55で1億6500万になるんです。いや、もっと200でいいよと。だって200でも月17万ぐらいですからね。そうなんですよ、実は月17万でも200万なんです。だから月17万で最低生活費で家族3人全然ありですよね。だから200でもいけるんです。全然いけますね、これ200というかですね、これ別にじゃあお金結構貯まったら地方に移住してもいいわけなんですよ。だって働く必要ないんだから、満員電車に乗る必要もないし何もする必要ないし、別に池早さんのように四国の山奥に引っ越してもいいんですよ、家族4人で。
ということになると200万かける55年で1億1000万しかいらないわけです。というふうにこれ最低生活費でこれで労働の回避ね。これだって学生時代の人だったら おそらく月12万ぐらいで普通ですよね。だから学生の人って普通だいたい月12万ぐらいですよね、生活費って。もっと安い人いますよね。あのよくひろゆきさんとかが言ってますけど、俺月8万で全然やっていきますよとかね。まあそれはもちろん一人暮らしで、かつそのまあ学生の頃だからまあ生活レベルが、まあ、吉野家の牛丼で十分みたいな人たちがほとんどでしょうけど、まあそれだとしても200あればあの月17万使えるわけです。で月17万 であとね それで全然いけますと。でこれあの公的年金を考えてないですよ。これ厚生年金でだいたい夫婦で月20万ぐらいもらえるって言われてますから、それを65歳から95歳はそれが入ってきますから、あのその余命が55年といえど、そのうちの30年ぐらいは公的年金だけでもやっていけるわけです。だからあの途中で辞めたら厚生年金辞めなきゃいけないじゃないですかって言うでしょ。そんなもん簡単です。ペーパー会社作ってあの毎月自分の役員報酬設定して、あの厚生年金だけ入っときゃいいんです。あのペーパー会社作って、はい、こういうふうにやってる人いくらでもいますからね。あのただその場合、自分の負担と会社負担と2つになるから、あの倍になりますけどね。まあそれでもね、65歳から終身で払われるから死ぬまで出ますからね。あの考えたら安いです。これはぜひ計算してください。厚生年金の保険料というのは、労働者が18兆、会社が18兆と普通は言われてるじゃないですか。これプラスね、政府が18兆保障してるんです、税金で。で、54兆で運用されてるんですよ。で、それプラス積立金というのが膨大にあるから、あの例の GPIF ですよね。で、その積立金がね、確かね、300兆だったかな。あるからとにかく破綻は ほぼしません。で、もちろん今後日本がかなりのインフレ、年間 5% ぐらいのインフレになってきたら話は別だけど、今マイナス金利でそれこそ、CPI という消費者物価のコアが 0.8 もないでしょ。今 0.6 とかでしょ。でほとんどそれ上がったのなんでですかって言ったら、石油が、1バロンいくらっていう、石油が上がってるから上がってるだけであって、ほとんどその日用の、食料品とかね、むしろ携帯代とかあと医療品なんかは逆に下がってるわけですよ。で石油だけが高くなってくるから押し上げてるだけで、あの実は消費者物価っていうのはね全然下がってるんです。だから公的年金とこの貯金をある程度貯める、この貯金をある程度貯めることができたらファイヤーが可能なんですよ。だから最近流行ってきてる。でファイヤーの条件というのは、あの最低限の生活ができていれば労働する必要ないじゃんっていう考え方なんですね。でこれあのベーシックインカムとかとも合わせて議論されるんだけども、例えば月10万のベーシックインカムがあるんだったら別に働かなくていいじゃんという考え方がどんどん出てきますと。そしたら誰が負担するんですかっていうことになるから、ベーシックインカムは僕は反対なんですけど、でその最低生活費かける余命の額が、まあ、これ人によって違うと思うし、出てきましたらこれでもう労働の回避ができますね。そうするとその時点でお金を稼ぐ必要はなくなってきますと。でお金を稼ぐ必要があるから満員電車で会社に行って嫌な上司やその取引先にストレスをためながらやる必要が出てくるんであって、そういうところから鬱になって心を病む人が出てくるわけですよね。あの立花隆さんもそうでしたし、その電通の女性の自殺した人もそうですし、もう各地でその問題が出てるわけだ。でそれはなぜかというと、金を稼いでいかないと食えないっていう脅迫観念に取りつかれているからそうなるわけであって、このファイヤーが実現できれば労働の回避ができるから悠々自適の生活が送れるわけです。で今じゃあそんなの不安ですよと、いろいろお金が物入りで
なるのに稼ぎ続けていかないと不安ですよって、これ固定観念なんですよ。で、今ね、よく考えてみてください、皆さん。生活費で最低限何がいるのかって言ったら、そう、いろいろなものは切り捨てていって、これさえあればって言ったら、まず家がいますよね。うん。これ家族の構成によっても広さも違うだろうけど、家とご飯なんですよ。うん。家とご飯さえやっておけばいいんですよ。極端な話、電話とかいらないですよね。だって今電話の時代じゃないし、メールとか LINE があれば十分でしょ。ということは格安 SIM で、僕ね、前入ってた、2台持ちしてた時に、IIJ かなんかで月980円で、月3ギガで980円とかやってたんですよ。もう全然快適でしたね。だから仕事で電話をたまにするから、メインはキャリアのやつ持ってましたけど、別にそのリタイアしてしまえば電話をする必要なんか全くないわけですよ。 LINE とメールと十分ですよ。それでそうすると格安 SIM で980円でしょ。まあそれを家族の人数分ですよね。家とそれとご飯で、ご飯に関しては食費でよく YouTuber で月々とか1日の生活ご飯代これでこんなの作れますとかっていう動画があるんですけど、もうね、はっきり言って食費なんてもうね、一人暮らしでも何人家族でも大して変わらないですよ。で、住宅費、ご飯、通信費、これだけあればはっきり言って生活できるんですね。だから池原さんも言うように、月々8万円もあれば4人家族でも全然ハッピーですよというのが実際真面目な話としてあるわけですよ。で、別にそのファイヤーをやってしまえばですね、交通費すらいらなくなるわけですよ。それは月に何回かはそういう友達付き合いとかで、じゃあちょっとね、電車で離れた都心の方に行って飲み会がありましたとかね、そういうのはあるかもしれないけど、ほんでそこに関しても今家で宅飲みっていうか、別に家でやればいいじゃんっていう発想もどんどん出てきてますよね。なんでわざわざ飲食店に行って高い1人5000円6000円払ってね、やらなきゃいけないんだ、で出てくる料理も大してうまくないじゃんみたいなっていう流れになってきてますんで、このファイヤーとで、ファイヤーのために何のために金を稼ぐのか、それが答えなんですよ。で、じゃあ嫌な労働をしなくていい、満員電車に乗る必要もないね、終電を気にする必要もありませんからね、別に始発までちょっと休憩して帰ればいいんですから。だって労働する必要ないんだから、次の日のことを心配して満員電車に乗るために終電で帰る必要も何もなくなるわけですよ。というふうに最低生活費かける余命のお金を貯めてしまえば、あとはもうそれ以上の強みはないわけですよ。それがもう最強の人間なんですね。だからある意味生活保護を受けている人はある意味ものすごく強いんですよ。そのプライドさえ捨ててしまえば、毎月の生活費が保障されていて働く必要もないんで、もうほんで今月々980円ぐらいだったら生活保護費の中から余裕で捻出できるわけですよね。家賃とかご飯だから、とにかくね、人間は家賃とご飯と通信費というかスマホ、この3種の神器があればいいわけなんです。家とご飯と通信費、これなんですよ。で、これで例えばじゃあ子供の習い事とかどうのこうの言う人が いるとしたら、それは別に必須じゃないんですよ。必須のものっていうのは、いけるか、必須のものっていうのは住と食で、衣食住がいいっていう人がいるけど、これは別にユニクロとかね、そのザラとかZOZO とかでめっちゃ安いんですよ今。だからそれにその年間、まあ例えば男性だったら年間そんなね 5回も6回も買わないですよ、はっきり言って。まあ年に1回2回ぐらいですよね。で、だから いじゃないんですよ、いは間違いで通なんですよ、通信ね、住職通がで、これってもう全然安いんですね。8万もあれば十分なんですよ。
まあ、あともちろん電気代ガス代とかはありますけど、まあ、それも別に全然田舎だったらむしろ安いですしね。とにかくね、あと僕断捨離の回でも言ったことがあるんだけど、とにかく家の中に物が溢れすぎていると疲れてきますね。パワーが奪われます。だからどんどん捨てていきましょうと。で、結局ね、人間にとって必要なものっていうのは大して多くないんですよ。今何が必要かって言ったらウェブなんですね。ウェブ、極端な話 YouTube さえ見られればいいんですよ。ウェブなんですね。ウェブがあれば物に囲まれて生活する必要は全然ないわけです。で、車が欲しいとか何が欲しいとかね、言い出せばキリがないですけど、それらは全部必須じゃないんですよ。まあ地方だったら車は必須かもしれないけど、別にそれは軽自動車とかコンパクトカーで十分なんですね。というのはそれで見栄を張っても逆に人は離れていくからです、うん、むしろ軽自動車に乗って愛想のいい面白おかしいナイスガイの方が人は寄ってくるわけですよ、うん、で住職2があればいいから、これは最低生活費はもっと下げれるんですよ。なんなら100でもいいんですよ。100で55年だったら5500なんですよね。でそれプラス厚生年金があるんで、まあ、厚生年金をやるためには60歳まで払い続けなきゃいけないから、若干副業をする必要はあるかもしれないけど、まあその厚生年金の払いの分を別途貯めてもいいわけです。別途貯めてそれを毎月このペーパー会社を通じて払っていくっていう形でもいいわけですね。厚生年金というのはテーブルが62万円までしかありませんから、マックスでかけてもいいし、今まで、シミュレーションして、夫婦で月いくらもらえるためには、月額報酬比例を、35にしなきゃいけないから、35ということは、パーセンテージのこれをかけてとかって言って逆算していって割り出すことも可能です。で、まあ、そういうふうに最低生活費かける余命のお金を出てきたら労働が回避できますと。でそうすると働く必要がない、やる気がなければ働かない、まあ、ある種自力生活保護みたいなね、自分で貯めたお金で何もやる必要がない、あ、その言葉がおかしいな、自力ですからね、何も税金にそれ頼ってるわけじゃないんで、生活保護っていうのは僕は基本的に考え方として反対なんですよね。あそこに染まってしまうとおそらく抜け出せないというふうに言われてますよね。で、なんでかっていうと、やっぱりね、そのこれは炎上覚悟で言いますと、人間はもっとね餓死しなければいけないんです。もっと餓死者が出てこないといけないんですよ。今餓死者ってほとんどいないですよね。というか全くいないと思います、うん、で、その餓死者が出てくる状況になった方が社会は健全なんですよ。もっと頑張ろうと思いますからね、うん、で、よく子供部屋おじさんとかって言って、親の年金をかじりながら生活している人なんかもいるけど、あれも結局そのメンタルが原因でそうなっていますよとかっていうふうに、結構そのモラトリアムを許してるからああいうことになるんであって、もっとそれで餓死者が出てこないといけないんです。餓死者がどんどん出てくると、やっぱりそうならないためのみんなが理論武装し始めますからね、うん、だからよく生活保護はやらなきゃいけないとか、公務員の給料を上げろとかね、立花さんがね、最近そんなことを言い始めてきてちょっと変だぞって思ってます。山本太郎とかは昔からそういうふうに言ってますよね。その原資は誰が出してんのっていう。で、これっていうのはフリーライダーの考え方だから、誰か真面目に頑張ってるやつのおこぼれに預かろうっていう考え方だから、それを国の制度としてやってしまうと、これは共産主義社会みたいなものになってしまうからダメなんですよ、うん、で、それでそういうふうにやりますと。で、もちろんですね、副業で例えばその家でやる仕事って、今結構リモートワークが盛んになってるから、例えばそのホームページをちょっと作りましょうなんていう話が、
オフィスワークとして受注できる仕事とかありますよね。で、ああいうのを、まあ空いた時間にやったりすると結構月5、6万稼いでいる主婦の人とかね、ブログとか見たらいっぱいいるんですよ、そういう人って。で、ちょっとそれは別にやる義務はないんだけども、そういうものをその自分の知見を広めるために、まあ、例えば簡単なプログラミングでもいいですし、今よく需要があるのが YouTube の動画の編集、これを自宅で請け負ってる人がどんどん今増えてます。30分以内の動画だったら5000円でやりますよとか、なんならもっと低いとかね。で、2回目以降は一気にもっと安くしますよとかっていうような、その在宅の人っていうのが増えてるんですよ。で、これはですね、例えば YouTube の著名な YouTuber って全部その編集を外注してるんだけども、そういう仕事がね、今めちゃくちゃ増えてるらしいんですよ。で、それって例えば30分1本5000円とか、そのパソコン1台あればできる仕事なんで、例えば家にいて時間のある主婦とかだったらめちゃくちゃいい仕事なんですね、これ。だって1日2本の編集やって、まあ20日稼働すれば、全然それで20万円でしょ。しかも30本の編集で、ほとんど編集時間自体は、まあどうでしょうね、ちょっと分かりませんけど、1日に3時間ぐらいはまあかかるでしょう。動画の書き出し自体はただパソコンにやらせておけば、あとはもう別に寝ててもいいわけなんで。で、そこでそういうものを副業で得られた収入は全てこれは最低生活費じゃありませんから、ただその分で贅沢をしてもいいわけですね。別にだから家でやる仕事なんで出社する必要はありませんし、まあ何日までに仕上げてくださいねっていうものを言われたとしても、いや、うちはマイペースでやってるんで、少なくとも1本の編集に関して1週間はもらえますとかね、別にその条件をつけてもいいわけです。で、例えば1週間に5本以上は受けないとかね。だから別にそういう自由なやり方でやっていけば全然可能なわけですよ。で、まあそういうふうにこの何のために金を稼ぐのか、そして目標額がいくらと設定されれば、あとはそれに向けてやるだけなんですね。で、例えばこう成り上がって社長になっていくら稼いで豪遊したいとかっていうような、何かそのテレビとかに毒された考え方を持つ人は本当にね、それはまずいんですね。鬱になる可能性があります。頑張らなきゃ。で、自分も32から起業してね、6年ぐらいはちょっと本当に神経が不安というかね、情緒不安定というか、で体調不良で寝込んだりとか、そういうこと何回もありましたし、こう常にこう不安というかね、精神不安。よく鬱っていうのは環境が変わったらなりますよとか、引っ越しとかね、離婚、結婚、進級とか、あとは会社で昇進とかね、あとは転職とか、そういうふうにこう環境が変わって成長、メンタルにストレスがこうかかってきた時にやむんですね、大体人間というのは。だからそういうものがファイヤーになるとなくなるから、逆にそのスキルがどんどん向上していくんですよ。というふうに、何のために金を稼ぐのか、で、そこから逆算して、さっき前回言いましたように、企業投資配当っていうね、で、あれ資産家になるにはどうしたらいいかっていうテーマでやりましたけど、そのファイヤーをするためにどうすればいいかっていうふうに読み替えていただいても構いません。まあ、ある意味ファイヤーというのは資産で暮らしている人だから、資産家と言えなくはないんですね。ファイヤーで資産を確保して、で、それの配当収入で食べていくと。で、配当収入でやっていく時っていうのは、せっかくその貯めた資産をリスク資産にかけるのが非常に、その資産がなくなった時に怖いですから、非常に保守的なね、受動的な投資、運用にしてください。これが言いたかったことですね。これを設定しておかないと、まあ、僕もこれ、それに気づくのに40歳までかかったんだけど、これを設定しとかないと無制限に頑張ることになってしまって、
それでは目標設定とは言えませんよね。BNF さん、160万円を160億にした伝説の投資家 BNF さんはおそらく無制限に頑張ってきたんですよ。だからあの人はその日の成績が悪かった時は本当に鬱になりそうになって落ち込んで、カップラーメンのが喉に通らないとかね、そういうことをおっしゃってましたけど、それは無制限にやっていきたいという気持ちがあるからなんですよ。無制限に頑張るっていうのは人間はできませんから、そういう動物です。ある一定の、例えば池田屋さんが、BNF さんが5億貯めればやめるでもよかったんですね。5億貯めればやめて、だって5億貯めればこんな、だって最低生活費かける余命とかね、全くそんな度外視で全然余裕なんですよ。もうめちゃ豪遊をして一生を終えることもできるぐらい、そしてね、その子孫にお金を残すといった時に、その相続税は半分ぐらい取られてますから、10億を持ったとしても5億取られますからね、こんなバカらしいことはないわけです。そしてその息子がバカ息子になってしまいますんでね、だからほぼ自分で使い切ると考えてもいいわけです。というかそれがまともな人間を育てます。自分で稼いでいくっていうことをやらないと、そんな他人の相続、他人がもらったね資産で暮らしていく子孫なんていうのはろくなもんじゃないですからね。頭がパーになりますよ。で、この目標を設定しないと鬱になってしまいます。これがね、実はね、どのビジネス講座を見てもこのことが言われてないんですよ。だから僕は他人の YouTuber が言われてないことをどんどん上げていきますから、その一般的なね、ファンダメンタルズの理論だとか株の理論だとかテクニカルだとかね、そういう話は別によそで聞いていただいて、この講座ではですね、めちゃくちゃその本質的な誰も問わなかった話っていうのをやっていきます。ファイヤーっていうのはこういろいろ言われてるんですけど、この起業して投資家になって配当生活でっていう、この何のために金を稼ぐのかとは切り離されて論じられてることが多いんですね。なんか知らないけどファイヤーとそのベーシックインカムの話がセットで言われていたりとか、その断捨離の話とファイヤーがセットになって話されていたりとか、いやそうじゃないんですよ。起業をして投資家になって配当で暮らしていくっていう黄金の方程式を前回言いましたけど、その目標がここなんですよ。何のために金を稼ぐのか、それは最低生活費かける余命で、それを労働の回避なんです。これをするために稼ぐんです。これをやるために起業をして投資家になって配当を得るわけでしょ。そうしないと、なんか漠然と、あれ経営者になったら働かなくていいよな、働かなくていいし、いい車が買えるよなとかね、そういう漫画で見たようなね、テレビで見たようなイメージを抱いているうちはダメなんです。なんでかっていうと、経営者になっても働かないといけないですからね。むしろ労働者より働かないといけないですから、場合によっては。だってホリエモンとかのやつを見てたら、もう会社に寝泊まりしてましたとかね、それで鬱になった人いくらでも知ってますよ、だから経営者になる、そしたら与沢翼みたいにロールスロイスに乗ってタワマンの最上階に住んでとかね、だからあんなことは漫画の世界ですからね。あれは与沢翼も大学の時に、そのあの人は大研で早稲田に行って、で大学の時になんかそういうコンクールかなんかに、企業のコンクールに、優勝してアパレルの会社を起こすんですよね。だけどそれで結構稼いで、なんだけどちょっとビジネスに失敗して、それで一文無しになって起業家の方に転身するんだよね。あ、起業家で投資家の方に転身するんだけど、でも彼ですらですね、最初のそのいわゆる立ち上げ期だとかイケイケでやっている時はもう多分1日16時間とか働いてたと思うんですよね。だけどそれは
際限のないお金の欲望っていうね。だってウォーレン・バフェットにしてもジョージ・ソロスにしても何兆円も稼いでるのにまだ稼ごうとしてるでしょ。あればお金が魔力がもうあるからその魅力に取りつかれてしまうとどこまでもどこまでもってなっちゃうんです。ほんでどうでもいいなんか他人の事業に投資したりとかね、ビル・ゲイツみたいになんか福祉財団を作ってなんか とにかく結局あれっていうのは何かって言ったら他人の事業に金を出してるだけなんです。あるいは恵まれない子供に金を出してるだけなんですよ。で要するに足長おじさんなんですよ。単なる足長おじさんの活動をやってるだけなんですよ。でそれって別にすごいことでも何でもないんですよ。ビル・ゲイツなんか10兆円ぐらい稼いで資産があるんですけど結局彼はその第一線の研究開発をではなくて結局は単なる足長おじさんになってるだけなんですよ。でそれって金を出す人ってある意味かっこ悪いんですよね。結局金しかお前は取り柄がないのかっていうふうに逆に思われてしまうっていうか。でよく投資家でなんかね10億貯めたんで今は他人のエンジェル投資家としてやってますとか、要するにそれ金を出してるだけなんですよ。だからかっこいいことでもなければ何でもないんですね、うん、やっぱりねその人類に発展するために、人類に貢献するためには自分で製品開発して自分で世に問わないといけないんです。その他人にお金を出すのも結構だけども、それは別に銀行がね今マイナス金利なんだから銀行のとかあとその一般にソーシャルファンドっていうかねそういうもので社会的に一般にやればいいんであって別に他人に金を出すっていうことなんですよ。それはあまりかっこいいことではないし目指す姿でもないから、つまり何が言いたいかというとこの最低生活費を貯めてしまえばそれ以上はもう道楽でしかないんですよ。それでその道楽をやるためにいちいち頑張ってるんですみんな。例えばその YouTuber のね有名な人ヒカルとかラファエルとかはじめ社長とかねヒカキンとかあの人たちっていうのは多分もう資産10億ぐらいあるんですよ。だけどなんかそれ以上何かを設定しているから無駄に稼ぎ続けているんですね、うん、僕はねあれはちょっと意味ないんじゃないかと思う。で彼らの動画を見ていても全く意味のないことに金を使って意味のない孤児の仕方をして孤児をするんですよ。その自分を孤児するわけですよ、ね、だって最低生活費かける余命で全然いけるんだからそれ以上の意味はないんです。ランボルギーニを買おうがタワマンのね六本木のタワマンを最上階を買おうが、その我々が生きていく上でのその一つのヒューマンとしてのなりわいには全く影響がないんですよ。そんなものは1日で飽きますからね。今ウェブがあればいいんです。4畳半一間 で吉野家の牛丼でもウェブがあればそれでもうみんなが平等になったんですよ。ある意味ウェブ共産主義革命なんですよ。であとは人生が面白いかどうかはその自分が自分の意識を打ち破っていけるかどうかなんですよ。これが自分の面白さなんですね。昨日と同じ概念で今日も暮らすということがつまらないんですよ。でそれは最低生活費かける余命があればその生活のその住食通これがあれば別に生きていけるわけだから、ね、それ以上稼いでランボルギーニを買う、それ1日で飽きるんですって。だからここを学んでほしいんですよ。これを貯めてしまえば労働が回避できるとということは、やりたくないことをやらなくてもよくなるわけですよ。そうするとじゃあこれはねまた別の YouTuber が言ってたんだけど、ファイヤーはつまらないよって言ったやつがいるんですね。ファイヤーはつまらないよって、これつまらないって言ったやつがいるんですけど、それは違うんです、全く違うんですよ、ね、これ×です。むしろファイヤーしてからが人生の本番なんですよ。フ
ファイヤーをつまらないって言ってたやつは、それはそいつの日常生活がつまらないだけなんですよ。意識が、昨日の意識と今日の意識が一緒で、それをずっと繰り返している退屈なやつなんですよ。これはね、自分が無理だと思っていたことだとか、恥ずかしいと思っていたこととかね、自分がそういう、例えばその自分はこんな YouTuber にはなれないだろうと思っているとか、自分がこんなやつにはなれないと思っているとかね、そういう自分の限界意識の限界意識というものがあって、それを打ち破って一段上のステージに行ったら、これはまたそれで面白さがあるんですよ。で、その連続なんですね。で、それは金はいらないんですよ。金はいらないんです、それに関しては。究極の例で言うと、車を買うよりも車を作る方が面白いわけです。自分で一から車を作るなんてとんでもないことですよね。だけど、それができる時代なんですね、今。例えば中国の深圳なんか行くと、製造業 の, そういうコンダクターっていうのがいて、部品業者とそのデザインのする側とね、そのマッチングさせるような業者があると。その格安 の,低マージンでやってくれると。というのが深圳とか行くと、その製造業革命 3.0 とかね、なんか言われてますけど、とにかく作る方が面白いわけですよね。それはなぜかというと、昨日は作れなかった自分が今日作る自分にマインドをアップさせているわけですよ。そこが面白いことであって、これが面白いんです。その自分の限界意識を破っていくことなんですね。これまた別の動画で撮ってもいいですよね。限界意識というものがあるんですよ。限界意識というものを、これをね、常にバージョンアップさせていくことが面白い、面白さなんですよ。人生の面白さっていうのはこれなんですよ。限界意識をバージョンアップさせていくことが面白いんですね。これ以外の面白さはおそらくないんです、自分で考えた結果で。これは金がかからないんですよ。ここが重要なんです。これは金がかからないんですよ。むしろ金でやってしまうと、その自動的にそれで物を購買するわけですから、面白みがな、もうその時点で面白みがなくなる最大の要素が金なんですよ。例えばその自分が新たな事業を思いついたのに、金を出して人を雇ってやらせてしまったら面白みが半減するんですよ。でましてやその誰かそのいいね、例えば宇宙事業なんかをやってるスタートアップ企業を見つけて、それを自分の資産が余ってるから投資する。これ何が面白いんですか？これ何が面白いんですか？全然分かんないよ、それ面白さが。ね？なんかバイオのあるなんか物質をね、やってる会社があって、そういうのを見つけたとしますよね。全然知らない、なんかのあれで。友達に聞いたりとか、なんかその紹介されたりして、じゃあ僕が出しましょうって、それ何が面白いんですか、それっていうね。その面白いのは、そのバイオ の新薬を開発している最先端の研究者ですよ。その人が面白いんであって、それに金を出すことっていうのは全くこれはつまらないことです。それは限界意識をバージョンアップすることじゃないんですよ。その研究者がそんな物質はないだろうと思っていたものを見つけることとかね、合成することが面白いんであって、これなんですね。面白みっていうのはこれなんです。で、これに関しては最低限の金はかかるとしても、基本的に金はかからないし、で、逆説的に金をかければかけるほど面白みが減っていくんですよ。ちょっとね、言い足りないこともありましたけど、動画が長すぎてもダメなんで、またこれは別途やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。